ぼと魚だけじゃないの。サメ。サメ？もう一つ隠れてるよ。見る、見せるか。まず、じゃあお魚さん動いてもらうよ。お魚さん動いて。誰の蝶々？宝水くん蝶々なのよ。これ実はね、トンボがいるでしょ。ほら、トンボトンボ。トンボトンボ。あれ、ちょっと二つに分かれるはずなんだけどな。絵が分かれないんだよな。フォーカスに一枚に書いてあったのか、これ。トンボさん。なるなんだよ。二つに分かれるんだよ。トンボさんでしょ？ほら、蝶々さんがいたんだね。この蝶々がね、分かりにくかったの。な。さあ、みんなもう声出るね。あーし。あーし。あーしのあさん。はい。あーしのあ。あーしのあ。あーしのあ。ほら。綺麗な声だよね、みんな。あーめのあ。よくね、って言ってるのよ。この辺の人はね、ちょっと残念だけどね、っていうのね。でもそれは正しい音じゃありません。あーし。あーし。今の綺麗。今の綺麗。そういう声にしてよ。あーし。あーし。そうだ。あーし。あーし。あーしじゃないよ。あーめ。あーめ。あーめのあ。あーめのあ。綺麗な声だ。あーりのあ。あーりのあ。あーりのあ。あーいのあい。あーいのあ。みんなあいの歌って知ってる？知らないの？お父さんお母さんに注意してもらってる？お父さんお母さんに注意してあげてる？ちょっとしてる人手あげてごらん。はい。あ、そう。あなたたち何お父さんお母さんな注意してあげてないの？夏目くん。3回ぐらい十分してあげてる？やっぱしてる。3回ぐらい？ママにしてる。お仕事行くときにお父さんに注意してあげてるの。あんたいい子だね。その心忘れるな。10年20年分かったか。愛の歌歌ってあげようか。じゃあ先生が愛の歌歌ってあげよう。どうして？あんたたちが歌ってるでしょ。愛の歌歌ってないもん。じゃあ今日は特別だよ。やめて。愛の歌。やめてくれ。やめてくれ。しょうがねえ。耳を押さえるなお前ら。失礼だぞお前。あんたも。耳を押さえるんじゃないのあんた。取って。はい。では愛の歌。照れるな。ラブソングよ。愛愛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 お猿さんだよ。これ違う。愛の歌でしょうが。愛の歌じゃないよ。愛の歌。これ愛の歌じゃないの？違う。まあ今日だけ許してね。愛の歌だよ。愛の歌でしょうが。違う。お猿の歌。だから愛の歌でしょ。犬山の霊長類研究所行ってごらん。頭に猿さんいるから。じゃあ行ってよ。小さい声だぞ。あ。あ。でもお口はしっかり開いて。あ。あ。お口はしっかり動かすんで。あ。あ。でもそのお口が大きくなって。あ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 。もっと大きいお口になって。あ。あ。負けそう。お前らちょっと今日迫力ある。なんか餃子食べたのか？食べてない。そう。浜松の名物は餃子なんだぞ。ああ。最初がこういう力だ。ああ。これやめるか。やりたい？こんな大きいんだぞ。やりたい？大きな声出す？ちょっと待て。先生ちょっとパワーアップしとくから。ダメ。だってこれやっていかないとあんた、パワー出ないんだもん。ダメ。ダメ。ダメ。うえ。うえ。うう。よーし。どうだ。じ
じゃあ行くぞ、お前らなんか負けないぞ、子供なんかに。いいか、老人パワー、ヤングオールドマンのパワー見せてやる。もうちょっとパワー入れとくな、負けそうだから。よーい、じゃあ行くぞ。あYeah.